たいことでも早くがいい。見てなさい。なめんなよ。こっち見ろ。また強くなっちまったか。どちらまで？それでは。何か。やりましたね。頑張ってください。何が言いたいことだ。この動きがやってやるぜ。よし、やめんな。どうした、やんのか。おい、来た。ぶっ飛ばしてやる。ほら来いよ。やんのか。俺の番だな。来いよな。
よう、さっちゃん。一人で飲んでた。まあね。何か悪いの？一番も座ったらどう？どれ？なんか機嫌悪いのか？そうね。ちょっといろいろあって。はは。わかったぞ。俺でよけりゃ相談に乗るぜ。俺は経験豊富な方じゃないが。男心がどういうものなのかってのは教えてやれるからよ。何の話してるの？え？いや、彼氏と喧嘩して機嫌悪いのかと。いないわよ、彼氏なんて。え？そうなのか？ドヤ顔で相談に乗るぜなんてよくカッコつけられたわね。ある意味すごいわ。こりゃ失礼で、機嫌が悪いのは何が理由だったんだい？妹のナノハのことよ。ナノハがどうかしたのかよ。なんかあったのか？うちの家族のことどこまで話したっけ。私結構ベラベラ喋っちゃったよね。ナノハと親父さんに口出ししすぎて喧嘩別れした。7、8年前に。何が喧嘩の原因だったかは話した？なあ、確かさっちゃんがナノハに悪い男と別れろっつったからだ。コンサル会社やってるって彼氏だったよな。そう、そいつは桂川ってやつなんだけど、どうやら今も菜の葉といるらしいの。へえ。じゃあもう長い付き合いじゃねえか。まっとうな相手なら口出さないんだけどね。桂川は清流会にも出入りする半グレでさ。
いつもそばに用心棒を連れてるような結構ヤバいやつみたい。元暴走族上がり。私も家出をして少し経ってから噂で聞いただけなんだけど。ナノハにとっちゃやっぱり悪い虫だったわけか。サッちゃんの予想した通り。どうかな。今うちの店の女の子たちに実際の桂川がどういう男か確かめてもらってるとこ。落ち着かないけど、その報告を待つしかない。だから今日は機嫌が悪かったってことか。なるほどな。でも一番に話して少し楽になったよ。ありがとね、声かけてくれて。なんだよ、このくらいのことで。ミスくせえな。足立さん、スーツなんか着てどうしたんだ。今からここで例の示談交渉があるんだよ。ああ、たかし君がバンパーをこすった件か。車のオーナーがたかし君に100万円も請求したから、足立さんが代わりに示談交渉をするんだったな。どうせ相手は詐欺師だろうからな。詐欺師相手にわざわざスーツを着込むなんて、足立さんも律儀だな。いや、これに関しては事情があってだな。車のオーナーの連絡先を聞こうとして高志に手紙を送ったんだけど、高志から僕も示談交渉に同席しますって返事が来ちまってな。俺はずっと資産家山田を名乗って高志を援助してきたわけだ。やり取りは手紙のみ。この20年間一度も顔を合わせてね。つまり高志君は今日初めて山田さんに会うってことか。ああ、だから俺は資産家のふりをしなきゃいけねえんだよ。そのためのスーツってわけか。資産家にしちゃ色気のないスーツだな。仕方ねえだろ、これしか持ってねえんだからよ。とりあえずここにいるみんなにはすでに事情を説明して口裏は合わせてある。で、春日には示談交渉に同席してほしい。なんで俺が。取り巻きを連れてた方が資産家っぽく見えるだろう。そうか？頼むって。俺一人で資産家を演じきれる自信がねえんだよな。お願いだ。わかったよ。だけど足立さんは20年前高志君に事情聴取をしてんだろ。その時に顔を見られてるんじゃ。向こうは当時5歳だ。はっきりとは覚えてねえだろ。俺もだいぶ老け込んじまったし、バレることはねえさ。だといいけどよ。すみません、こちらに山田さんは。もしかしてたかし。はい。おお、大きくなったな。え、ああ、いや、初めてだな。初めまして、山田だ。ようやくお会いできましたね。山田さん、ずっと僕を支援してくださりありがとうございます。なに、君のような未来ある若者を支援することは資産家の務めだからな。ところでこのお店は。私が趣味で経営しているバーだよ。ジャズが好きなものでね。趣味でお店を経営できるなんてすごいですね。うん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 。で、あなた様は。私は山田様の秘書を務めております。秘書までいるなんてさすが資産家ですね。交渉の席に秘書を同席させるのは常識だよ。彼は実に機転の利く優秀な秘書でね。それは心強いですね。はあ。ところで高志君がこすった車のオーナーってのは。長谷川さんという方なんですが、そろそろ来るはずかと。いらっしゃいました。わざわざこんなとこに呼び出しやがって。修理費の100万円は持ってきたんだろうな。その前にいくつか聞きたいことがある、長谷川さんよ。
あんたが例の足長おじさんか。聞きてえことってなんだ。なんでバンパーの修理に100万もかかるんだ。そりゃチョーンがつくほどの高級車だからよ。そうだったのか。僕車に全然詳しくなくて、見た目は普通の車みたいでしたけど。あれはパッと見普通のセダンだが、実は高級なイギリス車でな、本国まで修理に出さねえならねえんだよ。ふん。じゃあ次に事故の状況を教えてもらいましょうかね。簡単な話よ。俺が信号待ちしてたら、このガキが自転車で横に止まったんだ。そん時にペダルでガリッとバンパーをすりやがった。高志君、それは間違いないのか。はい、最初はズボンの裾が触れたくらいかと思ったんですが、呼び止められて振り返るとバンパーに大きな傷が。ズボンの裾？ふざけんじゃねえ。俺はこの目で見たんだ、ペダルがする瞬間をな。おかしな話だな。何がだ。普通のセダンなら運転席から見えるのはボンネットまでだ。その下のバンパーは見えないはずだぜ。見えるんだよ、外車だと。お前ら乗ったことないだろ、左ハンドルに。左ハンドル？またまたおかしいな。あんたの車はイギリス車って言ったよな。イギリスも日本と同じ右ハンドルだぜ。これ以上ボロが出る前に自分から認めちまえよ。バンパーの傷は最初からついてたもんだったな。そんでその車は片落ちの国産車ってとこだろ。どうする、詐欺を認めておとなしく帰るんなら見逃してやるぜ。だけどこれ以上騒ぐってんなら俺の秘書が黙ってねえ。私は山田様の秘書でありボディーガードでねえ。くそ、案の定詐欺だったな。それも相当出来の悪いな。山田さんは最初から詐欺だと分かってたんですか。まあな、私にとって100万くらい大した額じゃないが、ああいう輩を退治するのも資産家の社会的義務だからね。すごい、本物のお金持ちってかっこいいですね。ところで高志、司法試験の方はどうだ。今年は合格しそうかい。それが先日受けた試験はダメでした。え、そうか、残念だったな。でも合格者の平均年齢は29歳です。僕もそこを目標に腰を据えて挑戦するつもりです。ってことはあと4年。はい、必ず弁護士になって山田さんにご報告します。それは楽しみだな、待ちきれないよ。それでは今日も勉強があるのでこれで失礼いたします。頑張れよ。あと4年も送金が続くのか。自分で決めたこととはいえしんどいな。4年で弁護士になれりゃいいけどな。どういうことだ。今回みたいな単純な詐欺に引っかかるなんて。たかし君は本当に法律の勉強をしてるのか。おいおい、縁起でもねえこと言うなよ。あの子は真面目なだけだよ。案外来年あたり合格するかもしれねえぞ。だといいけど。でもまあ今日は資産家山田がうまくいったな。俺の秘書っぷりが良かったからな。バカ、俺がうまく立ち回ったからだろう。とりあえず祝杯をあげようぜ。ねえ、一番安い酒でな。
それでは。春日さんが投資してくれたおかげで設備を増やすことができたっす。本当にありがとうございます。これで作れるものの幅がさらにぐっと広がったっす。いいってことよ。この工場が発展すればこっちも助かるからな。投資してもらったこのご恩は必ず仕事で返します。これからもよろしくお願いします。おう、感じ。よいしょ。よっしゃー、できた。なかなかいい感じっしょ。それでは。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ありがとうございました。
らっしゃいませ。ありがとうございました。いいけどね。とっておきが回る。ほら来いよ。なんとかしないと。一仕事すっか。任務完了。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。おっと、なかなかいい感じっしょ。ここをこうして、よっと、よっしゃー、できたー。やっば、できよすぎじゃん。なかなかいい感じ。めっちゃいい感じ。よっと、よっしゃー、できたー。やっば、最後の仕上げ、よいしょ、なかなかいい感じっしょ。おい、来た。なめんなよ。ああ、かかってこいよ。ザカ。ほら来いよ。よし、行くぞ。よし。
問題ねえぜ。俺の番ね。いや、お引き上げて元通りだ。またいい女になっちゃった？俺の番だな。
強くなった気がするぜ。やった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お
怒られる覚悟はできるしねえぜ。ありがとうな。体調万全だぜ。あ？地獄に送ってやるよ。
いたぞ、高部たちだ。よー、ちょっと待った。カスが何しに来やがった。こいつは仕組まれた構想だ。裏で糸引いてんのはラオマーだ。マブチなんだよ。乙姫ランドの店長をマブチが自殺に見せかけて殺した。彼女が殺される直前の店長と電話で話をしてる。本当よ。電話越しにラオマーって手下たちの叫んでる声が聞こえたわ。俺らそいつを手がかりにマブチのしのぎを嗅ぎ回ってた。そしてハンピンリューマンの倉庫にバイトとして潜り込んだ。で、清流会の手先として捕まったんだろう。マブチから送られてきたんだ。マブチは俺が清流会のもんだと決めつけた。そしてその映像を撮って抗争の口実に使った。けどあいつは知ってたはずだ。俺が清流会じゃねえってことくらい。わざわざあんたにそれを送りつけてきた理由だって読めてる。俺らが清流会の人間じゃないってことをあんたが当然知ってても、すっとぼけて送りつけることで、この構想は清流会が先に手を出してきて起こったんだと、真淵たちは被害者だと主張できるんだからな。全部を承知で構想を煽ってんだ。奴の狙いは肉の壁の掟を清流会がぶち壊したってでっち上げを作り上げることなんだぞ。ここにいる全員が真淵に踊らされてんだ。だろうな。分かってる。マブチの首はきっちり取ってやる。ここの連中も全員ぶっ殺してからな。だからそうじゃねえだろう。何度も言わせんなよ。この戦争はもうそういう問題じゃねえんだ。何？鉄と工事はまだ二十歳そこそこの見習いに毛が生えたくらいの若いもんだ。そんなガキが年の数より鉛玉食らわされた。殺したのはマブチ一人だったか。そうじゃなかった。全員銃を撃ち込んできた。丸腰の二人に何十発とな。てめえの後ろにあるのはハンピンリューマンのボスの店だ。俺らはそいつにどういうつもりか釈明してもらいてんだよ。そしてあの世の鉄と工事に詫びを入れさせる。要するに話を聞きてんだよな。だったら茶化はいらねえだろ。理屈ではそうだ。俺らは丸腰だぜ、高部さん。だからあんたに俺らは撃てねえよ。喧嘩するにも通すべき筋ってもんがある。弾取ろってんならそれなおさらだよ。ここで俺を弾く筋ってのは何ですか。ここで俺を撃てば清流会の看板はクソまみれになる。鉄と工事の下って意味が変わっちまいますよ。ただ俺が口でどう言おうがあんた引かねえ。そういう人だ。俺も引かねえ人間なんですよ。どうしても弾くってんなら一発で仕留めるしかないですよ。どうしてだ。外したらあんたボコボコにして力ずくで止めさせてもらうからです。もじゃもじゃ頭のクソ野郎が力づくでか。安く見られたもんだ。人んち騒がして悪いなよ。あんたらは手出さねえでんだ。そっちが動きゃ清流会に茶化出す理由ができちまう。ガスがよ、てめえどこまで舐める気だ。やってやれ俺。さ
叫んじゃねえぞ。上がってこい。行くぞ。俺らの勝ちだ。ここは引いてもらうぜ。問題発生だ、春日。あ？店の主が来た。主？あいつが半品流満の総帥。あいつが長だ。向こうさんのトップってことか。じゃあまさかあいつがマブチの黒幕で、野々宮殺しも裏であいつが指示したってことはねえのか。マブチからさ、ムービーが送られてきたんだけど。な？これに映ってんの
お前らだね。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。お前は清流会の人間だな。ああそうだ。思いっきり編集されてんじゃねえか。違うぜ、俺らは清流会じゃねえ。清流会の人間じゃない。じゃあなんでマブチを嗅ぎ回ってんの。それはよ、あんたのこと言いなよ。おい、よせ。言葉は選んで手短にな。俺短気だから。さっきも一番が言った、マブチが俺らの店長を殺したから。だからマブチを追ってたんだよ。この構想に火つけたのはマブチだ。奴は俺らを出しにして清流会に濡れ衣を着せたんだ。ってことは全部マブチのせいって言いたいわけ。そんなもん鵜呑みにできねえな。マブチはうちのナンバー2だよ。それが突然暴走しましたって言われてもね。あいつだって暇じゃないよ。いろいろ忙しいんだ。構想が始まってんだぞ。どれだけやべえ状況なのかくらいわかるだろ。なのにナンバー2がここにいねえ方がおかしいだろ。その動画受け取ってからマブチと話くらいしたのか。長さん、マブチと連絡が取れないってのは相当まずい状況なんじゃねえか。ああ連絡が取れないのは、マブチは抗争を起こすだけ起こしといて、本人はさっさと安全なところに逃げ出した可能性が高いからだ。だとしたらあいつは暴走した上にあんたも裏切ったってことだぞ。俺に説教すんの。でもだからって焦って俺らを犯人扱いしても事態の解決にはならねえ。あんただってわかるだろ。おっさん、口の利き方に気をつけろ。何すんだ、やめろ。あのね、別に俺はここであんたら全員ぶっ殺して戦争始めたっていいんだ。戦争をふっかけてきた張本人たちとそこの頭をまずは血祭りにする。戦争開始のシナリオのオープニングとしてはごく普通じゃない。やるならやれ。マブチが何だろうが関係ねえ。清流会は若いのが二人、何十発も弾食らって死んでんだ。もうとっくに戦争は始まってんだよ。てめえらどっちもいい加減にしろ。あんたら二人とも戦争してんのか。ちげえだろ。このまま真淵の思うつぼでいいのかよ。まだ戦争は止められるはずだろ。説教すんなって言ったよね。説教なんかじゃねえ、クレームだ。あんただってでけえ組織のトップなら人の話くらいちゃんと聞けよ。クレームか。春日一番だったな。ああ分かったよ、話を聞いてもいい。でもその前に俺の質問に答えてよ。分かった。マブチが偉人町で構想を仕組んでるとして、その理由は？なんでそんな真似すんの？マブチに何のメリットがあんの？そんなもん俺が知るかよ。なるほど。じゃあそもそもの話、野々宮ってソープの店長、それを殺したのがマブチってのはマジな話なの？直接あいつに聞いたとき否定はしなかったぜ。その答えじゃ足んないわ。じゃあ話は終わりってことで。やつの目を見りゃわかる、店長を殺したのはマブチだ。でかい声出したって結論は変わらないよ。待て、その人を撃ったら全面戦争だ。マブチはそいつを高みの見物。あんたら本当にそれでいいのかい。
何のための構想だよ。そんなことも分かんねえのに血流す気か。何度だって言うぜ、ジョー。全部マブチが仕組んだことだ。ここにいる全員があいつに踊らされてる。こんな戦争を始めたら、あんたらの組織の歴史に泥を塗ることになるんだぞ。まいったね。春日君ってさ、器用な嘘をつけるタイプには見えないんだよな。ただその言葉信じるにははっきりした根拠がいるんだよね。特に俺みたいな立場だと部下の手前があるから。少なくともソープの店長を殺したのがマブチだっていう証拠は欲しいね。それが発端なんだろう。お前らの話によれば。ああ、彼女が電話越しにラオマって声聞いたのは知ってる。それじゃ足りねえのか。当たり前でしょ。となるとここはやっぱあの連中に頭下げるしかないか。あの連中、この町でどうしても知りたい情報があるとき、行くべきところは一つだけでね。あ、偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。この町でどうしても知りたい情報があるとき、行くべきところは一つだけでね。あ、偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。ああ、もし誰かが偉人さんの均衡をぶち壊そうとしてるとして、まあ今回で言うとその誰かはマブチってことだけど、その異変にコミジュルが気づかないわけがないよ。なんせ連中はこの町の情報で飯を食ってんだからね。偉人町にも情報屋ってのがほぼにいる。だがそいつらのネタの大半は元をたどりゃコミジュルが情報源だ。はあ、一体どうやってんのかわかんねえが、連中は精度の高い情報を手に入れる仕組みを持ってるらしい。なるほどね。他に当てがあるなら別にコミジュルでなくてもいいよ。よそでマブチの店長殺しが証明できるんならそれも結構。お前らが答えを持ち帰るまでは頭たちも生かしとくよ。ただしトンズラはできないからね。偉人中を出ようとしたらその瞬間こいつは殺す。そしてお前らはもちろんその家族、友人、知人もただじゃ済まさない。ちょっと何よそれ。やめとけ。常識が通用する相手じゃねえよ。まあ俺もさ、正直必死なんだよね。もしマブチが裏切ったとなるとうちは真っ二つじゃん。そしてその時青龍会とコミジュルがどう動くか頭使っていろいろ備えとかなきゃなんないし、まあマブチが黒だったらの話だけどさ。でももしマブチが白だったらここにいる全員楽には死ねないからね。そこそこよろしく。笑顔で言うんじゃねえよ。じゃあマブチがその店長を殺したってことを明らかにする証拠、それを見つけてきてよ。春日、もうここで俺らにできることはなさそうだ。分かった。もう知ってると思うけど、コミジロは半端じゃないよ。証拠を手に入れても奴らに消されちゃ意味ないからね。ではお気をつけて。どんだけ嫌味だよ。春日、さっさと動くしかねえぞ。まあ分かった。
おい、私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。そうね。もしもし、今日は帰りが遅くなりそうだから、ご飯の用意はしなくていいからね。